佐渡の金山の世界遺産登録を期待して、佐渡市で観光客の受け入れ準備が進んでいます。相川地区には新たなホテルがオープンします。まちごとホテルをキャッチフレーズにした分散型古民家ホテルです。よいしょ。日暮里や佐渡相川金山町、地域おこしグループ相川車座が国の補助金などを利用し、地域に点在する古民家4棟をリニューアルしました。オープニングセレモニーが開かれたメインの古民家は清水家。元は無明院焼きの窯元で、土間には当時焼いたレンガが敷かれています。蔵は6人が泊まれる大きな部屋にするなど、本来の作りを生かし4部屋が用意されています。山市新五郎は1930年代に建てられた鉱山住宅をリニューアル。ワークスペースも用意した一棟貸しスタイルです。さらに地域を巻き込んで運営していきます。こうチェックインをした後ですね、例えばホテルのウェルカムドリンクを地元の酒屋さんとバーと連携してやったり、いろんなお店に、足を運んでいただけるような仕掛けをして、まちごとホテルということでやっていきたいと、こういうふうに考えてます。オープンは18日。公式サイトなどから予約を受け付けています。